こんにちは、ピタヤレです。今回は強い2球種ピッチャーを3人紹介していくぞ。皆さんプロスピレイヤーっておりますでしょうか？2球種ピッチャーを使ってみたい、そう思う方もいらっしゃると思います。今回は2球種ピッチャーの中でもこれから獲得可能な選手に絞って紹介をしていこうと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。1人目は外牙です。外牙は OB で獲得可能な選手です。2球種はナックルカーブにしとなります。ナックルカーブは2つの変化量差が大きいため、基本的にどちらかのナックルカーブを張る形が基本となります。そこにコースも意識しなければならないため、インコースは引っ張る、アウトコースは流すことができないと強い打球を打つことは厳しいでしょう。その対応の難しさから選出しました。2人目は金子です。金子は現在日本ハムに投手コーチなので、今後 TS での登場が待ち望まれる選手です。この選手は SFF を2球種投げます。 SFF の変化量はそれぞれ5/1なので、変化量差はかなり大きいです。特に低めギリギリに投げてくる場合が多いため、回転数を見てどちらの SFF か判断する必要があります。回転の仕方と変化量をそれぞれ覚えて金子に対抗していきましょう。3人目は佐々木です。佐々木は近年毎年登場しているため、今年の登場も期待される選手です。この選手はフォークの2球種を所持しています。しかも片方のフォークは変化量最大の S フォークとなります。文句なし最強フォークです。これを打つのだけでも難しいにもかかわらず、変化量3の C フォークも所持しています。フォークは真ん中より高めから落とすと変化量が少なくなります。なので真ん中付近から落とすことで計4種類の変化量差を生み出すことができます。4球種の板球を実質所持できるため非常に強力です。抑え枠が埋まっていない方は獲得していくのもありなセンスとなります。いかがでしたでしょうか？2球種ピッチャーは A ランクや B ランクでも十分な強さを発揮します。下手ないスランプ選手よりも2球種の A ランクや B ランクの選手を入れる方が結果的に勝てるようになります。強力な投手をオーダーに入れていきましょう。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたね。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な動画を配信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。